井、河井がドリブルで仕掛けて中入りに来た。同点に追いつきました。いやこのやっぱり仕掛けですよね。仕掛けからクロス最高でしたね。これで鈴木選手も多分さあここ徳本上がってます。1対1ここは勝負か。中に通す、うまい鈴木のシュート決まったFC 琉球先制。決めたのはエースの鈴木、今シーズン10得点目。ポゼッションビルドアップしながらですけど、うん、徳本もよく時間貯めたのと、ね、さあ縦に入れていった和田から左サイド振ってきたクロスだ。鈴木流した、決まった。鈴木今シーズン13点目。いや、やっぱり来ましたね。落としたり欠かさず最前線で駆け引きしてたんですよね。琉球1点を返しました。3対1。一度手前で受けて、今センターバックの染谷ゴール前に上がっています。おーっと松橋が弱くなった。さあどうだ、ゴールキーパーと1対1決めた鈴木、先制 FC 琉球。31分決めました。まあ、このクリアボールですね、ここの浮き球の処理、まあ、三原のところでしたけれども、プレッシャー受けてましたが鈴木浩二も落ち着いて決めました。いや全く慌てていない鈴木、